原シナリオの後ろ3枚で回しながらここを取れるから斜めのボール高い位置酒井豪徳届きました。すごい。そしてクロスニアに大迫、この斜めのボールが守りづらいんですよね。そして長友、長友から前線のディエゴ・オリベイラ、ああここは体を入れていきました。トゥレルです。うまいですよね今のは。コントロールさせてから、その次のボールを狙っているので、うまかったですね。長友からの長いボールディエゴ・オリベイラへ、ここはトゥレルとの競り合いですが跳ね返していく。そしてセカンドボールは大阪のところ、荻原から中央ヘディングシュート、シュートは枠の外でした。トゥレルのヘッドでした。